今紹介いただきましたユーパリ、パリです、小桜の会の藤井といいます、よろしくお願いいたします。今触れられた通り次お願いします。1989年、に、国道計画かな、夕張岳にスキー場を作ると、いうことで、夕張市は炭鉱から、当時の市長は炭鉱から観光っていう、語呂合わせの、キャッチフレーズで、とにかく、観光を主体にやろうということで、その中で、渡りに船というか国土が、スキー場を建設するということで、夕張市は乗る気で乗る気で、もうもともと夕張は自然保護っていう観点はあんまりなかったと思います。私も夕張出身なんで、小さい頃は絵を描くと顔を真っ黒に描いて、何の不思議もなく、新任の先生が、どっから来た先生が、どうして夕張の子は顔を黒く描くのっていうことで、不思議がってたこともありましたけども、もう炭鉱が全盛期で、自然保護なんていうことは、考えたこともなかったような、僕はその頃小さかったからあれですけど、大人も、うちの父親も夕張の、川が黒いうちは安泰だって言ってたぐらいなんで、そんな中で夕張市が開発、頃国土はあちこち作ったんですよね。作ろうとリゾート開発みたいなんで、北湯沢とかあちこち作って、今はもうほとんどダメになったと思いますけども、夕張も私たちの反対で国土がスキー場を作らなかったっていうのは、国土としては大変良かったんじゃないか、私たちの会に足向けて寝れないんじゃないかっていうぐらい思ってます。作ったらダメになったと思いますので、そんなんで四半世紀前にスキー場阻止ということで反対ということで、立ち上げた会です。今日事務局長も来てますけども、私も含めて、設立当初から会員で、27年ぐらいあるからすごい長い活動になりますけども、最近の主な活動、週に置いている活動は、自然保護、森林管理署を提携したとか、北海道庁と、提携して自然保護のことを一本柱にあります。それと、子どもの育成が、もう私たちの会はものすごい年寄りになってきて、私が66ぐらいで若手です。あとはもう若い人がいないんで、もともと夕張は人口少ない、だんだん減ってきて若い人はいないんですけども、そんなんでもう小学生中学生から子どもの将来に対する自然保護の育成をしようということで、今はもう育成にものすごく力を入れています。もう一つはそれは一過性で終わると思うんですけども、一番世間にインパクトを与えているのは夕張岳ヒュッテの立て直し再建だと思います。1000万の計画で、あと2年かそのぐらいしたら、母屋のヒュッテの方が建ったんですけども、炊事場の方、今年来年、そのぐらいで徐々に完成させていくというのがあって、それは会の活動の柱ではないんですけども、一番世間に、アピールしているのは今のところそれだと思います。次お願いします。で、夕張だけはような山容で、左側の方のゴツゴツしたのはみんな特徴あるんで夕張だけだと思われがちなんですが、右側の方にある、実際は南の方になるんですけども、その
北側のピークが夕張岳です。台形になっているところの左側のところが山頂です。反対計画の中で、ただただ反対してもいつ復活するかわからないというような懸念がありましたので、天然記念物に指定して容易に開発をできないようにしようという運動をやりました。結果的にはこれがものすごく良かったと思います。で、まあ、皆さんのおかげで、おかげさまで天然記念物、花だけじゃなくて土地も土も山ほど、まあ、ある一定の高さからですけども指定になりました。まあ、この山岳遺産にも認定されたり、このようなことが起きても、ドイツ自然公園というのはだいぶ古い話ですけども、まあ、今、もう国立公園に匹敵するような価値なんで、まあ、そのようなこともおいおい考えていかなければならないかなと思っています。次お願いします。でこういう運動の中で、何年でしたかな、夕張で大量盗掘が起きたんです。おばさんたちが、まだ秋のもう花が枯れて花の種類の特定できないような、私たち拾ったらできないようなのを盗掘されて、これではいけないということで盗掘防止のネットワークを作ろうという立ち上げました。これは盗掘の、後ですね。まあ熊も掘り返したりしてるから同じような跡でも違うのもありますけど、これは盗掘の跡です。次お願いします。で、立ち上げた翌年かな、97年に立ち上げて、98年も全国にアピールしないとダメだということで東京の方で、シンポジウムを開きました。まあ、一番左側に座っている小野雄吾っていう人が、まあ、学術的な裏付けになっていただいて、それこの多分この人が第1回の沼田賞を受けたんじゃないかなと思います。次お願いします。で、まあ、洞窟から守ろうということでこういう登り旗を立てて、パトロールしているところです。まあ、環境省の環境省は文化庁の池田さんという方を招いて、時の写真です。次お願いします。先ほどちらっと紹介されたんですけども、希少野生植物保護条例というのを2001年に提出して山を守ろうということで、ここは蛇紋岩の地形なんで希少種というか、ここにしかない種類の花が、たくさんあります。そこを守ろうということで設定、ノッカー地形って書いてますけども、まあ蛇紋岩なんで、蛇紋岩はすぐ風化されるんですけど、蛇紋岩でないのがボコ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 と出てるところの地形を言うそうです。まあ、山口の秋吉台みたいような、まあ、成り立ちは少し違うかもしれないですけど、地形的にはそんなような地形です。次お願いします。これが前岳湿原というとこ、まあ、高層湿原のに登山道を真ん中に落としてるんで、まあ、こういうような状態が起きると思うんですけども、もう少し尾根側にルートを作るとこういうことはないと思うんですけども、まあ木道もなくて、
なるべく足元が汚れないようにってもう草の上もう何本もあのルートを作るっていう状況でした、次お願いします。これがあの道とか森林管理所とかの、あの予算をつけてもらってあの木道を、まあ、古い朽ちた木道はところどころあったことはあったんですけどもあの大々的に、木道をつけてもらって踏み跡を増やさないという、ことで、これの、まあ、あのものすごく積極的な維持はしてないんですけども気がついたら直すとかっていうのを私たちはあの、補修として、パトロールの中であの活動しております、まあ、こういうのをあのつけると乾燥化が進むっていう説もあって、雨流沼とかなんとかって、まあ、高層湿原のところにこういうのつけると、土地は乾燥するそうなんですけどもそれよりもましてあの踏み跡をたくさんつけられると、植物が傷むということで、こういうのを敷いております。次お願いします。これもあの設置前の、ドロドロのところ何本も道がついているところですね、次お願いします。これもあの同じように、木道を設置して、あの随分歩きやすくなる、まあ、木道はあの歩きやすい人が歩きやすいためにやるわけでよく誤解されるんですけども植物を傷めないためということで、敷いたものです。次お願いします。そこをもう吹き通してここはあの南富良野側あの東側との分水嶺になっているところでここに ユーバイソウルプソウの仲間ですけどもとか南部イヌナズナとかって生えているところで何も保護ロープもないとこはもう自由に写真撮ったりあの入り込んでもう拉致、うん、もう風照地でただでも条件良くないのに人が踏み外してあの拉致になっている状態です。次お願いします。これがあのこれではいけないということでルートを決めてあの保護ロープを夕張市と夕張市がの看板を作ったりしてうちらが実作業をした保護ロープの、状態です、まあ一箇所だけ歩ったらあのここの土壌が崩れるとかっていうあの説を唱えてた人もいたんですけども、まあそのようなことはあまり見られないですね。一箇所歩くだけだからだけでそこが崩れたっていうのは、ただあの東側の方から鹿が上がってきて、そのものすごく上がる時に土壌を崩してあの高山植物が流れてるっていうようなところは見受けられました。まあ、ここに電気柵とかつけて鹿があの歩かないようにはしたことがあったんですけど、ちょっとそれは失敗しましたね。今撤去しています。次お願いします。あの洞窟の話したんですけども人為的なことですよね。洞窟だから人が今はあの江戸鹿の死害あ被害あの本州でもそうですよね。本州はまださらにイノシシがいるみたいですけど北海道の場合は江戸鹿、まあ、本州の鹿と一緒なのかな、亜種かなんかだと思う、同じ種類だと思いますけども、の被害が顕著に見られています。で今3つ並べたのはあの、こういう、まあ、南部イヌナズナはあの夕張の固有じゃないですけども、ハヤツネザカとかなのか、ヒソバキスミレあるいはユーパリソって書いてあるけどユーバリだと思います。そうが、まあ、花が写っています。固有種です、あのユーバリだけど。次お願いします。江戸鹿の被害がすごいということで、あの酪農大学の学生と、協力して、まあ、この網で
古代植物を保護しようなんていうことはとっても馬鹿げたことなんで、これで保護っていうわけでなくて、調査をしているところですね。ネットの中と外がどういう状態になるかっていうことを、まあでこの広大な山岳地域に電気柵とか物理的な柵を鹿が全然来ないようにするっていうのはちょっと無理なことなんで、まずはどういう被害が起きてるか、保護した中はどうで、しないとかどういうことが起きてるかということを調査しているとこです。これが物理的なネットで調査していると。次お願いします。で先ほど主にしているといった子どもの育成事業ということで、2008年から続けております。今まで延べ参加人数ちょっと把握していませんけども、まあ、その中の 1% でもいいから将来気にかけて残ってくれる人がということで、まあ、気の長い話になると思いますけども、育成事業に今力を入れてます。で今ブルーシート のかかってる方がもう屋根かかってる、今は屋根かかってるんですけども、炊事場の、建設中のところで、うちの看板かかってるところが母屋です。今のところは1階部分を寝泊まりに使ってもらって、まだ上の2階の方は物置になってて、おいおい人も収容できるような、工事を工事を進めたいと思って今やっておりますけども、なんせ炊事場をきちっとしないとこちら2階の方は手つけれない状態です。今の状態は。次お願いします。それでもう絵は終わりになるかな。で去年の、の冬じまいしているところの写真です。今年は、まあ、先月も行ったんですけども雪が非常に少なくて、建物と建物の間の雪がものすごくて心配だったんです。心配してたんですけども、思ったよりは雪が少なくて健全に立っております。今先ほど言いましたけども1000万円で建て替えをしようという計画で、まあ、700数十万かそのぐらいになっているのかな。屋根のトタン、炊事場の方のトタン屋根は丸々借金をしています。まあ、これから頑張って、まあ、自然保護団体が金集めをしないとなっていうのは結構しんどいんですけども、なんとか借金をしない借金を返すように、ね、まあ、今年来年頑張って、やっていきたいと思います。夕張市の先ほど話しましたけども、破綻というか再建団体というか、行政の方の支援というのはほとんど当てになりません。まあ当てにするのが無理な話で、全部国あるいは北海道に管理されてて、まあ、1円使うのもそちらの伺いを立てないとならないって、まあ、1円というのは嘘ですけども、まあ、とにかく自分の裁量で動かせるお金ってほとんどない状態なんで、民間の私たちがあまり行政を当てにしないで、やっていかないとならないという、まあ、苦しい、こともありますけども、まあ、その面割と公認というか、まあ、
市営のヒュッテなんですけども、まあ、やりたいようにやらせてもらってるっていうような状況です。これで終わりか。次。これで、まあ、あまり自己主張のあるような発表でなかったんですけど、現在やっている活動の内容を報告いたしました。あれが私たち の会の由来の夕パリ小桜です。エゾコザクラとか同じようなのがいっぱいあるんですけども、微妙に違うことで、サクラソウの仲間ですね。それが会の名前の由来となっています。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。受賞おめでとうございましたというのが、本当に夕張だけの自然を守ってくださってありがとうございましたというのが、私たちから の気持ちです。会場に局長さんがお見えになったので、ちょっとご紹介いただいてよろしいですか。お立ちいただいてよろしいでしょうか。先ほど、申し上げたとおり、まあ、唯一ではないんですけども、地元で頑張ってる、地元に何人かいますけども、当初から携わって精力的に、全国まで広める、とにかくもう人の輪だ人の輪だということで、アピールしてアピールしてアピールして守っていこうっていう、ものすごい、私より少し上なんですけども、情熱の持ち主で、少し休んでほしいなっていうぐらいの時は何回もありましたけども、その水を君よっていう事務局長です。広いなだらかな地形のとても不思議なところで、見ようによってはもうそのままスキー場になるところだっていうふうにも思えたんですね。でも見方によって本当にそこがこれはスキー場に最適だなって思うのと、これはやっぱり将来に残しておかなければいけない場所だなっていうふうに、本当に どちらにも取れる、でどちらが本当に将来幸せになるかっていうのはで誰にもわからないっていう中で、皆さん本当に自然を守ってきてくださっ て、とても大変なお仕事、活動をやっていただいたなというふうに思っております。子どもたち、今中学校とかで活動していらっしゃるとおっしゃってましたけど、子どもさんは今学校の児童数とかどのぐらい、何クラスぐらいですか。ちょっとで水を煮ますけど、水尾さんよろしいでしょうか。ちょっとマイクすいません、じゃあ水尾さんに。とにかくね、小学校1校、中学校も1校、高校も1校、高校はもう危ない状態で、もしかしたら閉校になるような気にして、人数、じゃあ人数だけじゃなくて、ちょっと最近の様子などちょっとよかったらコメントいただけますでしょうか。どうもいろいろありがとうございます。お世話になっております。現在の夕張市の子どもたちの様子なんですけれども、財政破綻になった後ですね、広い本当東西に30キロ以上離れている町なんですけれども、今代表が言ったように小学校が一つ、中学校が一つで、高校、同一高校なんですけど一つになりまして、でもう10年経ったんですね、財政破綻になってから。それでふと足元を見るとですね、若い市長さんが本当に鈴木市長さん頑張ってくださってるんですけれども、今年明けて1月にですね、随分あちこちで夕張市の再生計画について話し合われております。でそういうことにも私たちに参加するんですけれども、今現在ですね、問題になっていることは、中学校2クラス学年あるんですけれども、中学校3年生がですね、自分の町の夕張高校に進学
したいかどうかっていうアンケートを取りましたら、7割の生徒が地元の高校に進学したくないという数字が出たそうです。今年の出願状況は新聞に掲載されたのは20名でした。でそんな状況です。ですから小学生はかろうじて2クラスになると思うんですけれども、いずれ中学生も2クラスあったとしてもですね、本当に、子どもの人口がどんどん保育園幼稚園児が少なくなってきますので、あと数年するとすぐ6000人5000人っていう目の前にそういった人口減少が来てます。で小桜会が発足しました平成元年はちょうど炭鉱がなくなるという頃でしたので、まだ、会を発足させた頃2万4000人ほどの人口がおりました。でそれで小桜会をスタートさせてきたんですけれども、現在9000人にまで減少しております。でそんな状況の中でですね、子どもたち市民が夕張岳に登らないっていう説もあるんですけれども、なんとか藤井代表がですね、南極越冬隊員として3回も赴任して、26次隊と32次隊と46次隊の南極越冬隊員としてすごくこう調査に行かれて、北極にも赴任、共同研究で赴任して、そういうフィールドの経験の持ち主ですので、なんとかそういう力をですね、地元に注ぎ込んでもらって、そして子どもたちに夢を与えるような活動をしていきたいと思って、夕張岳を次世代へ引き継ぐ山岳遺産としてのそういった活動をこれからも28年度も南極の昭和基地と交流、夕張の子どもたちと交流させる、そんな企画を立ててるんですけれども、あの手この手で、次世代へ引き継ぐ活動を目指していきたいというふうに考えております。どうもちょっと拙いお話だったんですけど、ありがとうございました。終わりたいと思います。ありがとうございました。